どうも、影谷です。今日はですね自己責任思考の方がいいということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、まあまあこれはよく言われることなんですけども自己責任という、えー、考え方自己責任、あのー、あらゆることその起こることを自己責任として考えることの方がいいまあもうちょっとニュートラルに思ってもいいとは僕は思ってますけどもその 責思考ですねあの他人のせいにする状態を作り出すというかそういう思考をするのではなく、えー、自分の責任やというところでこう動いた方が、えー、いいということですねそれはですね、えー、他人のせいにしたらあかんとかそういうことだけじゃなくてですね、えー、全部を自分の責任としてやることによってですね、えー、まあまあ責任も出てきますよね自分 の行動に対して、ね、責任も出てきますしその方がですねそのやったことは結局自分の,まあ、まああの周りにもちろん感謝したりとかはするんですけども自分の動きによって周りが周りというかです、ね、そういう結果が出ているということはですねそれはそれで面白いことやというふうに感じるんですね。でそういうふういにもう思っててしまえばです、ね、全てがこう 認められる全てがその結局その結果が出てるんは自分のせいやと思った方が潔いというかね、えー、その方が別に大きく悩むことはないですよね。で、えー、人間っていうのはですねその結果でその悩むっていうのはあんまりないんですよね。まあ あの落ち込んだりすることもあるかもしれないんですけども、結果は結果としてねあることでね仕方ないんですよね。それよりもですね、そのなていうんですかね自分の妄想というかですね、その思い込みみたいなことで悩んでることの方が多いと思うんですね。そのいろんな例えば僕やったら店お客さんが来ないときにもう来ないっていう結果がありますよね。で結果があってお客さんが今来てない。 今日ちょっと少ないとかそういう結果があった時にですねもうそれはそれでもしょうがないんですよね自分のできることをですねそのやっていくその自分のできる範囲でできることをやっていくだけなんですよねそこを考えてもしょうがないですねそれでなんで来ないんやろうっていうのをいろいろ思い巡らしてこれでこうやから来ないんかこれでこうやから きてないんじゃないかとかそういう風に考え出して悩むっていうのがすごく意味のないことですよねそこって全然、えー、事実とは違ってることの方が多いというか大手用が間違ってようがその結果は結果としても出てるんでねその結果を見てですね自分がどう動くかほなこういう風に動こうかって思ってそれを行動を起こすその 結果より良い方向へ持っていくためのことを考えてですねそれを行動に移していってそれをコツコツ続けてどうなるかっていうのを見ていこうというふうにした方が全然よくてですねそういう何て言うんですかその何かの、えー、妄想であったりとかそういうことによってですねその 思いい悩むことっていう例えば何かのせいにして他人のせいとかなんか環境のせいにしてですねその来ない理由をこう作ってお客さんが来られない理由をねいろいろ考えて悩んだりこう嫌な思いをするのって全然意味がないと思うんで僕はそれよりも結果ですねそこと自分の行動ですよね。で行動を起こすこすとによった僕の これはちょっと、あのー、スピリチュアルっていうんですか何かそっちがなるんかもしれないんですけど自分がその行動を起こすそのエネルギーがこう周りに影響を多少なりとも与えた時によってそのことによっての、えー、いい循環が流れての集客ができるというふうなことを 思ってますそれから集客ができるまで考えてないですけどもそういう状態を作り出すことによって来てくれたお客さんは、えー、いい空間やなというふうに思ってもらえるようになるそれは普段からそれを作り上げていくっていうことですね自分のそのエネルギーエネルギーっていうのがちょっと分かりにくいかったらですね雰囲気ですね自分の雰囲気その自分がまとって身にまとっている雰囲気っていうのをその こう作り上げていくんです、ね、毎日の毎日の,その積み重ねの行動によってとか考え方によってそのやってること。 によってですね、その積み重ねていって出てくる雰囲気っていうもしっかりこういいものを作り出していくっていうことですねそうすることによってですね、あのー、来てくれたお客さんはまたリピートしていただく確率が高くなるんじゃないかなというふうに考えてるんですね。で、ででここれもねあの、最初から僕はそういうう、い考えでできてて、たわけじゃなく えーまあ、いろんなことをこう経験してですねその今年の、まあ、頭ぐらいにそのダイエットをね、えー、本格的にやるようになってあこから、あのーまあ、空手の稽古にこうしっかりと通うようになったりとかですね、えー、そういうことをこう積み重ねるようになってですねそういう今の考えを。 今の考えがこう、まあ、1月ぐらい今年の1月ぐらいにそういうふうに思うようになって、えー、集客も例えばチラシを配ってそれによって来てもらうっていう集客の仕方ではなくてですね、えー、自分の店をねお店を探してもらえる探して 来てもらえる状態を作り出そうということですあの店気になるちょっと一回行ってみようとか調べてみてで一回予約して行ってみようという形のお客さんを作れるようにしていこうというふうに僕は考えてやってますそれを1月からやって今8月でちょっとずつ結果が出てきている状態ですよねもちろんいい結果なんですけどもいい結果が出てきている状態でこれをもっともっと磨きをかけてですねあのいいエネルギーを発散 させていいくという状態ですねもちろんその日常いろいろ生活しているといろんなことがこういろんな出来事がこう自分の前に起こってくるんですけどもそれにね一旦は影響されてこう。 揺れたとししてもですねしっかり元に戻る、えー、柳の木ですよ、ね、柳の,木のように、えー、風が吹いたらその風に任せて揺れますけどまた元の位置に戻るこの状態でいいと思ってるだから、えー、全く動じない状態というんじゃなくて別に揺れてもいいと僕は思ってるんですねで揺れてもいいけどまた戻,戻るという、えー、状態に戻していけばいいとそれは、えー、そ,れをその揺れて戻ってくる時間を短くすればいいとで最初は時間かかった でもですねだんだんとその短くなっていくようにそういうふうにこうやっていくそれは日々の積み重ねですよねそのやってることである続けていること考え方、えー、いろんなことをこう積み重ねていってそういう状態を作り出していくということですねこれをもうずっと続けるこれから死ぬまでですねずっと続けていく、えー、もちろん体の訓練であったりとかそういうことも全部そういうことですねあの続けていくということですね、うんで えっとですねうんまあだからそういうふうに、えー、思ってるということですね。えー、っと今日の今何をあれ話してるんでしたっけちょっと待ってください。 すみませんえー、自己責任思考の方がいいということですからこう,こういう話になっていたんですね。だから、えー、っと全部ねだからその自分のその全部自分が日々こう重ねてきたことがこう出てきてくるということであったりとかですねその例えばこう嫌なことが起きた時は過去自分がそれをこうしていた可能性があってそれが目の前に現れて自分が試されてるという。 ふうに思ったらその時ちょっと、えー、腹立ったりとか何か嫌な思いしたとしてもですねまたその、えー、戻っていくとでそれがあったらまたそれは消えていく状態になるんじゃないかなというふうな考えに、えー、至っているというかだからやっぱりその他人のせいにするところはちょっとそのどっちかというとその被害妄想的なところですよね。 えー、被害者的なこう立場でいるんですよねで。そういう立場でいるとねなかなかその前こう、えー、切り開いていくっていうのは難しくなってくるんでそのやっぱりその自己責任志向でやっぱりいく方がですね、えー、こう物事を切り開いていきやすいんじゃないかなというふうに思います。で 結構ねその僕は今8月なんで結構8ヶ月ですよねこ8ヶ月ぐらいこうい毎日毎日いろんなことを積み重ねていくとですねちょっとずつね結果が出てきますねそのいろんなことで、えー、いい影響というかそういうもんがこう返ってきてるような感じはするんでですね。 その一生続けるともう長い目線で見て、ね、やっていくっていう方ですねその自己責任思考をその時だけやるんではなくてですねあの長い目線で考えていくもう一生それでいくというところでいけばいいんじゃないかなというふうに僕は考えておりますということで今日は、えー、自己責任思考の方がいいということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます